暇な空白チャンネル。はい、毎週ハンターハンターが読める。こんなに素晴らしいことはない。さて、ハンターハンターはよくセリフが多すぎるとか分かりにくいと誤解されがちな漫画ではあるんですが、実際にセリフは多いかと。どうやら富樫先生は本物の群像劇を描こうとしてるんじゃないかなと。例えば今回142話では戦慄たちは花鳥風月に肩入れをしてルズールスを攻撃者と仮定している。しかしこれは読者からは丸分かりだが間違っている。うい、そうなんですか。コチューランの義の守護年中には王子を直接攻撃しないという縛りがある。ああ、ありましたね。そうか、これ読者は知ってるけどキャラクターは知らない話ですか。ルールでそもそも不可能だからルズールスは犯人ではない。戦慄に狙われてるのは全くの冤罪ということになるね。あとそもそも戦慄たちがこの船に乗った目的はクラピカの依頼だった。クラピカの依頼とは第4王子ゼリードニヒとクラピカを繋いでくれというものだけど、場所はルズールスのソウルブラザーな感じになってるし、イズナビはタイソンの競技と能力でこの戦いを止められないか模索している。場所は今回心配してお札を作ってあげたが、戦慄たちがルズールスを犯人だと決めつけていると知ったら全力で妨害に回るかもしれないし、説得しようと試みるのかもしれない。そもそも戦慄がここまで入れ込んでるのは、幼くして王位継承戦に巻き込まれ守れなかった家長に思い入れが強いのだと思う。人というのは本当に面白い。とすると精密時計のような心音でほぼ確実に操作系に操られてるとの戦慄の読みも間違いかもしれない。風月の背中はおそらく無消費のニードルの跡だと思うが、何によって絶状態になってるかもわからない。ハルケンブルグの出生の秘密やベンジャミンの秘密というのも謎すぎるし、ハルケンブルグ暗殺作戦は成功したのかも謎。さて今週目になったのはこのコマだ。戦慄の瞳がこのコマだけ他と違う。そしてここでの戦慄は思い込みによって間違えた答えを導き出している。僕は戦慄は退場するのかなと思う。まずルズールスは多分冤罪なのに、冤罪でもいいから排除しようと動いてるのはちょっと性急が過ぎると思う。そしてこのそれぞれが勘違いで暴走したりする王位継承戦編において戦慄は二重に扱いが難しいキャラだ。一つとしてはこの心音から心が読めるということがある。先の展開がわかるというネオンが視線消滅していたように、戦慄も早めに退場させられると思う。予知能力やテレパシー能力って読み合いを無効化しちゃいますからね。おそらくカイサルの恋心は本物で、だから心音がブレなかっただけだという皮肉に気づきつつ、カイサルと共に果てるのではないかと予想する。理由その2として、僕はゼリードニヒの10秒先の世界で無敵になる能力はクラピカのチェーンジェールをゼリードニヒに打つことで相打ちになる。ゼリードニヒがクルタ族をはめた黒幕とかでという予想をしてるわけだが、セリを倒せそうなもう一人の能力者が戦慄なのだ。そんな強キャラでしたっけ戦慄。戦慄には闇のそなた自爆がある。闇のそなたは記憶自体に呪いがかかっている。10秒先の世界で闇のそなたを聞いてしまった場合、ゼリードニヒは闇のそなたの呪いを受けるのかという問題だ。だから戦慄は退場した方が都合がいい。話作りが難しいから退場した方が正直楽と。今後の流れとしては、僕はカイサルの愛は真実の愛であり、戦慄はそれが真実の愛だったことに気づかされ、闇のそなたで醜くなった自分に真実の愛を向けていてくれたことを知るのではないだろうかとも思う。追い詰められた戦慄が敵に囲まれた状態で闇のそなたを演奏したりしてもエモい。そんな予想をするくらいしかできないハンターですが、また次回お会いしましょう。